ございます。おはようございます。皆さんごめんなさいね。配信予定予約入れるの忘れてた。本当にすみませんでした。申し訳ない。そう、あのお姉ちゃん今あのめっちゃ臭くない？朝ごはん作ってる。昨日言ってたベーコンと卵のやつ。そう、カルシファーの目玉焼き。お姉ちゃん料理上手って勝手に思われちゃってる。思われちゃう？思われてるよ。思われてる？あの、しないです。姉ちゃん全然料理しないからうまくないよ。卵どんぐらいの硬さがいい？黄身はさ、溶ける方がいい？あ、ご飯炊けた。おい？あ？黄身は柔らかい方がいい？あ、どんぐらい？もうそんな火通さない方がいい？うん、ひっくり返す。持てるとひっくり返す？違う、ドロドロしてたら嫌だよ。だけどまあいいよ。あ、やばい、ね、このフライパンちょっと昨日のせいでダメかも。昨日焼きポンでしたからか。それかベーコンのせい。今日は6時、6時起きです。今日はあ、黄身が割れてしまった。テロップに書きますね。よっ、じゃじゃーん。7時までで。今のやつ汚い。ありがとうございます。 DMM でブランク。いや、こんぐらいは。5時半、早いね皆さん。何？もういいんじゃね。ピクニックを飲んでる。ピクニックのフルーツオレ。ピクニック、カルシファー。あ、ダメだ。オレ巻きがなきゃ死んじゃうよ。自分の方マジで適当にしちゃった。まあいいや、ね、これ絶対そう置いちゃいけないよね。ありがとうございます。昼夜嬉しい。よいしょ。
っと。じゃるだん。そのことじゃない。え、何？いい音、お腹すいたって方がいたから。じゃるだん。どんぐらい食べる？白米。大盛り、嘘。大盛りね。中盛り。中がわかんないな。波盛り。波がわかんないな。人によって違う。小竹梅。小竹梅。小竹梅か。じゃあ梅。いやーん。梅？梅って一番大きいだけ。うん、ちっちゃいのにしてあげた。ちっちゃいのにしてあげた。梅。竹。ぼわ。ウインクしてよいしょ取れた。私は目玉焼きに醤油ちゃん。ブラックペッパーは醤油をチロリ。無視しねえ、ひどい。じゃあ無視されたんだ。マジで自分の方適当すぎる。青いのだけ。え、マヨネーズかけるの？意外。マジで皿とさ合ってないんだけど。なんかさ焦げすぎじゃない？え、そうだから。あのね、ベーコンの油がねやばすぎてね焦げてたよ、ちょっと。ちょい焦げですね。見せないでください。あ、ご飯いい感じで、どんぐらい食べるの？ケチャップ&マヨネーズ。醤油でしょ。あ、俺醤油ね。醤油じゃないの？でも食パンの上に目玉焼きを乗っけるときは醤油じゃなくてマヨネーズとケチャップ乗っけるよ。だけどこういう卵焼きだけの時は醤油をかける。しかも今合わせるのご飯だから。そう。え、これ多い？見して。いい、それで。逆に多いくらいだもん。え、だから多いって聞いたんだよ。減らして。お醤油ちゃん。ねえ、湯気やばいから見せてあげて。みんな見て、スモーク。あ、見えないか。こうすれば見える。ご飯です。今顔のケアするわ。はい。お醤油よいしょ。たらりたらり。初めて茶碗使ったかも。え？今まで茶碗使わないでご飯食べてきた。めんどくさいから。ご飯にちゃんと茶碗。箸ないと食べれないんだが。ごめんなさい、ちょっと待ってください。知ってます。手で。手で食べる？いいよ。はい、ラーメン行儀悪い。見せるね、みんなに。じゃじゃーん。あんまり見せれないけど。ああ。か、角度の関係。醤油が。マジでさ焦げてる。ベーコンは絶対うまい。うま、しかて。だって朝のフレッシュを。フレッシュ。フレッシュ。後でやろう。で仕上げて伊藤じゃあそこのフレッシュを。あ、マジね。そうだよ、ちょっと待ってたけど結構今考えちゃった。何しようとしてたんだっけ。いただきます。ますじゃあまずは卵から。卵の黄身、卵、卵の、メレンゲ。卵じゃない？卵なの？卵だよ。卵でしょ。
でこの白い部分ってなんていうの、白身、白身メレンゲじゃないの、メレンゲ、白白白白、しょっぱ、かけすぎちゃった面白い、マジで自分の方適当、ほらこの差を見て、目玉焼きではない、卵焼きみたい、あー、おいのれんが卵、よし、来た、あっ炊きたてです、炊きたてです、クソ熱いです、気をつけてください、夫婦してください、夫婦してください、ごめんごめんね、よし、めっちゃブサイクなところ見られたはず、ちょっと待って、ここ焼け出したかも、ガチ目に痛い、夫婦しなさいよ、いけると思っちゃったの、来たよ、お米は溶き娘、うーん、お米は溶き娘ではありませんでも前は溶き娘でした、うん、なくなったの、もう、ああ、2個だけある、マジ痛い、ヨーグルト食べたい、ヨーグルト食べない、え、プリンも食べるんでしょ、あ、そうじゃん、忘れてた、やめて、やりたいことがある、やりたいことがある、やりたいことがある、うっ、ね、待って、プリンが開かない、開いた、え、カメラでやりたい、いい、いい、うん、あ、なった、はい待って、もっとさ手立てたかったの、本当はさ、本当はさ、じ、こう、こうやってさ、生きて、こうやってさ、生きて、生きて、はい、ごめんなさい、あのね、知ってる人と知らない方がいるから、ごめんね、まあ、TikTok でプリンって調べたら出てくるかもしれない、プリン、あんま言っちゃダメ、出てくるかは分かんない、お待たせいたしました、私はヨーグルトが食べたい、じゃん、うまっ、ありがとう、お米が、ありがとう、お姉ちゃんが炊いたからね、ありがとう、全然いいよ、意味わかんない、全然いいよって何全然いいよ、意味わかんない、ヨーグルトの美味しさにまた気づいてしまった、あれ、あった、いや、マジでなくなるの、やっぱりかけすぎ、かけすぎ、ね、かけすぎがうまい、ね、蜂蜜ってさ、最後の一滴さ、ちょっと出づらいよね、はちみつ食べたいな、うん、ダメだなっていうか、プーさんの真似ってめっちゃだからダメだなって言ったの、あんま言っちゃダメか、いや、
違うよ、あのプーはあもうちょっと名前があるじゃん、私省略して言ったから大丈夫。何言ってんだよほらシンプル、なるほど、なんとかなんとかのクマさんじゃん、プーさんじゃん、森のクマさん、あお、いいですね、うん、そうじゃん、明後日30日じゃん、やった、またお祝いしようね、あん時は全然できなかったから、30日越したことあったっけ、うん、嘘だけど、その時はなんかキレが悪いという感じで、嘘あったっけ、全然お祝いできなかったんだよ、風船買えば、うん、お姉ちゃん何も覚えてない、何しようかね、配信、うん、みんなカラオケだよね多分、うん、ソロ公演にして、昨日ちゅっちゃんカラオケしてた、うん、30日だったから、ちょっと違うことしたよねさよなケーキ作る、ベーコンも、あいいじゃん、ミニケーキ、誕生日じゃないけど、セブンのどら焼きにアポロ並べる、アポロ並べてケーキに、ま、誰でしょう、レイナハン、もうすぐ作ったからね、美味しかったしね、うん、普通に美味しかった、お兄ちゃんそれでいいね、またお菓子作りでもする、お菓子作りっていうお菓子作りじゃないじゃん、チーク菓子じゃん、チーク菓子作り弱いね、弱いですね、うん、ケーキ作った方がいい絶対ケーキの方が、うん、なんか本当に簡単なやつ、チーク菓子のケーキないかな、あるよ、ある、それにすれば、あん時作ったやつ、ん、あん時この間作った、え、あれは違くない、あれはソフトクリームじゃん、ケーキだよあれ、うん、うん、本当だ、うん、ごめんね叫んで、これは、同じのはつまんないじゃん、うん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 、お姉さんにある青さんがエピソードすごくいっくそう、こんなエピソード、なくない、あ、だけど昨日優しかったのは、あのお姉ちゃんがカバン持ってあげたんだよね、葵のリュックね、うん、でリュック持って、お姉ちゃんは葵のリュック持って、自分のカバン持って、買い物した袋を持ってたので、葵は手ぶらだったんだよね、スマホだけ持ってね、でそしたら
いいよ持つよって言ってリュック持ってくれた。そう持った重そうだからって言って持ってくれた、まあ、自分のなんだけど、うん、いつもひまりに荷物持ってあげるもんね、うん、終わったら疲れてるからさ荷物持ってあげたのあげたいじゃんで、うん、荷物持ってたらいいよ持つよって重いでしょって言ってくれた。そうマネージャーみたいでしょ。うんごめんね私の箸うるさいの銀。あれなんで銀にしたの。うんフライパンだから溶けちゃうこれ。昨日それでやったら溶けてそれ箸食べちゃった絶対体に悪い。うん久しぶりですね。何こんな朝食今しかてやってない。今しかてやったから言ったけど。やった。今しかてこれは可愛く、うん、やったんだ、うん、スプーンどっちがいい。汚れてないのこれしかないんだソフィー怒るところね。でその後掃除するんだっけ。うんあめっちゃ嫌な音した。ジブリ好きだよね。いいもん めっちゃ話よく。それはいいんだよ。いどうでしょう。えだから厳しいのは夢でしょ。それだけなんてことある。だってみんな話してんじゃんアニメ。まあそうだ。腹ペコで電車移動中だって。えよちゃんなんか食べなよ。いや電車だから電車物持ってないんじゃないの。食べ物電車の中でそう買えないから。喉乾いた。プリンりょうが久しぶりに白米食べたかも。いやマジでそう。いつぶりだろう。久しぶりにご飯炊いた。1週間ぐらい。あごめんなさいめっちゃ揺れてるね。お姉ちゃん筋トレしてんの。これ違う。お姉ちゃんが急にザバス持ってきたから筋トレしてんのかと思ったプロテイン。じゃあお腹に溜まるじゃん。うんそれであのこれ親知らずだった時。ああマロのプリン何マロのプリン。普通に美味しいしカフェラテ。食べ終わったら団地お読みのちょうどいいと思うよ。55分。うんすごいね。うまいね。あ、そういうこと。魔女、魔女じゃない、マロのプリン。おじゃる丸。
そうじゃん、マロじゃん、そうじゃん、見てたね、うん、よく、うん、そういえばプリン食べてたわ、うん、大好物だもんね、プリンが、うん、まったりまったまったりの椅子が忘れらず、ないよ、壇上読みしまーす。なんか今日はさ、朝だからあんまり、すごい初めましての方もいる。本当、初見さんも多いね。壇上よか。あー、壇上が？うん。13位、白鷹さん、ありがとうございます。12位、あおさん、ありがとうございます。いやー、こっちだ、うん、キャーテンションやば。あ、ね、変わっちゃったからもう一回読むね、うん、13位、あおさん、ありがとうございます。12位、けいおうさん、ありがとうございます。11位、ポラさん、ありがとうございます。10位、ななしさん、ありがとうございます。9位、経理担当さん、ありがとうございます。8位、ハローさん、ありがとうございます。何笑ってんの？あ、何が面白い？ありがとうございます。7位、カランコロンさん、ありがとうございます。6位、ムトムさん、ありがとうございます。5位、部長の佐々木恭平さん、ありがとうございます。4位、ヨトさん、ありがとうございます。3位、竹蔵さん、ありがとうございます。2位、ビックラブクさん、ありがとうございます。1位、メガネさん、ありがとうございます。うんうんうん、前座、うん、そうっと頑張ります。えいえいおーごめんなさい。いや、あと2分あるないよ、うん、いやいや、あの時計ずれてる、こっちもちょっとずれ気味。あ、え、これから新潟向かうね、だって。うん、ごめん、そっち違う。あ、これから。あ、頑張ってじゃなくてありがとうございます。上から目線は嫌だよ。新潟に来るの頑張ってる。みんな、バイバーイ。ありがとうございました。また後でね。また後で。公園でね。公園でね。会おうね。会おうね。みんな大好き。みんな大好き。大好き、新潟。ちょっと手つかさ。